くりももです。ういちゃんです。今日は2人のポーチの中身を紹介していきたいと思います。イエーイ。じゃあまずは私から、ちゃんから紹介していきます。とポーチはピーターラビットのおばさんからいらないからあげるって言われたのを使っています。このキーホルダーは友達とお揃いで買いました。めっちゃビーズがついてるやつ、かわいい。はい、じゃあ中身を紹介していきます。これはリップです。これはちょっと化粧ポーチとは別なんですけど、普段持ち歩いてるポーチです。化粧直しのためにリップが入ってます。次はこれはメイク落としです。これは芸能のお守りです。ズボン持ち歩いてオーディションとかではすごく大事にしています。次はこれです。鏡です。これは TGC のなんか行った人、女性は必ずみんなもらえるっていうお土産の中に入ってて、なんかすごいですよね。こんなのが無料でもらえるなんて最高。これが歯磨きシートです。なんか歯磨きしなくても拭くだけで清潔になるみたいなやつで使ってます。これが汗拭きシート。次はこれが油取り紙。次がこれはネイル落とすやつです。次はこれが手鏡で、お母さんからもらったやつなんですけど、バラになってて超可愛くないですか。可愛い。でこれが名刺入れです。アリエルの柄ですごくお気に入りです。と名刺はまあこんな感じです。ゴムも入ってます。こうやってピカジェルとした時にちょこっとやって手が綺麗になるようにしてます。以上です。ではじゃあ次私行きたいと思います。こんな感じです。飲み物を映ってます。じゃあ紹介していきます。まずはこれアイシャドウなんですけど、色違いで。何色？こっちは茶色ベースのアイシャドウで、こっちがピンクベースのアイシャドウです。次はこのファンデーションです。薄紫色になっててすごい可愛いです。次はチークとハイライターと、これがジュエリーシャドーベールです。じゃあ次は私の口紅とかグロスとかをたくさん紹介したいと思います。これはまず色違いで赤とピンクです。赤ベースが4本、めっちゃ種類豊富じゃん。あるんですけど、これが一番よく使います。こんな感じの赤です。この日の気分とかでもちょっとずつ赤でもタイプが違う赤なのでいっぱい使えるんです。リップ好きのういちゃんじゃあ次ピンクベースなんですけど、この2つで、このピンクのさ、すごい濃くてツヤのある色をしてます。これはサンキューマートで売ってます。友達からもらって教えてもらいました。これは口紅です。この2つはちょっと分かんないです。すいません、はい、じゃあ最後これなんですけど、すごいおしゃれで色もね、なんか可愛い形が、こういう色になってて濃いピンクですね。なんか形が可愛いコスメっていっぱいなんか最近増えてるよね。で、あとはビューラーです。ビューラー、あとは眉毛描くやつ。じゃあ最後にこれなんですけど、髪の毛をまとめるやつなんですけど、遅れ毛とかアホ毛とかを抑えるときに使うんですけど、すごい便利です。はい、以上です。はい、これでポーチの中身の紹介は以上です。ういちゃんはメイクポーチ、私は普段持ちのポーチを紹介しました。お気に入り紹介していくじゃん。うん、私はこのリップがお気に入りです。これは透明の色をしてるんですけど、唇に塗ると色が出るっていうタイプのやつで、はい、そうそうそう、だからみんなつけるとなんかそれぞれ色が違ってすごくお気に入りです。グロスなのでツヤツヤするし、保湿にもいいかなって思います。おすすめです。はい、じゃあういちゃんのお気に入り。はい、私のお気に入りはこのピンクの口紅です。これは大切な友達に誕生日プレゼントでもらったんですけど、プラザで売ってるっていうことなのでぜひ買ってみてください。これはさっきのくりももちゃんのやつとは違ってマットな感じなんで風とか吹いた時に髪の毛が唇につかないんで、とても便利です。おすすめです。以上です。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。